ってみるよ。今回ご紹介するのは東京マリンガスブローバックハンドガン XDM40。 この後すぐ。この番組の提供は模型パドック、パドック武器店、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、はい、どうも皆さんお待たせいたしました、デメリューでございます。はいはいはい、なんかいろいろと本編とは別件でですね、お会いすることが多々あったと思いますが、デメリューは、まあ、本編じゃ本編ですよ、他の、まあ、はい、今回はホビーショーから終わって初のスタジオ撮りという形になります。はい、なんか最近毎回やるたびになんか久しぶりって言ってるけど、そうですね、これがスタジオ撮影が2週間に1遍ぐらいのペースでやらせていただいておりまして、はいはい、月2回このタイをずっとかぶり続ける日というのがありますね。半日ね、半日ほぼかぶるとね、まあ、シーズンもね暑くなってきましたから、タイも暑くなってくるんですが、ちょ軽く髪の毛出てるかもしれない。ちょっとおっと、これは失礼。どうですか、大丈夫大丈夫ですかね、はい、このね、タイをかぶったら髪は出さないようにというのが僕の中のこうポリシーというか決まり事でして、決まり事ですね、はい、こういう、ね、信念を持って皆さんもタイをかぶってもらいたいと、もらいたい。さあさあ、はい、夏なので、はいはい、本編も夏に向けて、ガスをバンバン紹介していきたいと思っております。イエーイ、そうです、冬の間ずっとできなかったですからね、溜まっていった。これからはガスばっか、ガスばっかって、今度は長物が見たいっていうのがあると思うんですが、電動が見たいって言われても待てと、今度は落ち着いてくれ と、ちょっと落ち着けと、子猫ちゃん、子犬ちゃん待ってやがれって待ってやがれ、大きな子猫ちゃん、子犬ちゃん待ってやがれっていうことでね、バンバンガス行きたいと思いますので、はいはいはい、お付き合いの方よろしくお願いいたします。こちらもリクエストいただいた商品なんですけど、はい、はい、お待たせいたしました。本日ご紹介するのは東京マルイ XDM40。 やっとガスができる季節になってきましたが、今日はあいにくちょっと気温低めです。で、まあこれからの時期はね、今以上にこう気温が下がっていくってことはあんまないと思いますので、はいはい、まあどんどんガスやっちゃいましょうやということでですね、うん、紹介させていただきますが、XDM という銃なんですが、正直僕はあまり詳しくありません。新しい部類の銃ですね、これはね。私なんかが育った時だとガバメントとかグロックとかシグとかがやっぱ多かったんですが、私なんかが育った時代、私なんかの時代ではですね、基本的には、ガバメント、グロック、シグで育ったと言っても過言ではない。まあ新しいモデルですね、私の育った時代であって3回ぐらい下りをただ新しいモデルなのかなと、今はまあもう今だとちょっと遅れてるかもしれないんですが、うん、まだまだ丸井さんのラインナップの中でもお乳の方だと私は思いますので、こちらの方紹介していきたいと思います。はい、はい、まあですね、私知識ないんでね、読みながらになったりとかしますが、家族、はいはい、のね、また若い子たちの方がよっぽど詳しい、よっぽど詳しいですよ、ね、もう全然俺ダメだもんっていうと、新しいのだとね、ちょっと疎いんだよね。疎いです。ただですね、私たちが2人、この、グズグズコンビ2人がですね、経験談でね、こうなんじゃないかなというニュアンスを伝えていければと思ってますので、はい、お付き合いお願いいたします。はいはい、まず XDM の外観ですが、まあ真四角、角張ってますよね。どちらかというと丸まってるというより角い形です。角い、角ん、角ん、コーンっていう、グロック的ですよね。いや、見た目になって、実銃だとストライカー方式の銃になります。ハンマー的じゃなくてね、ピンで押し付けるタイプ、叩くっていうんですけどね、ピンで押し付けるタイプという形にね、こっちはなって、ピンで叩くんですけどね、はい、これは、で、こちら何気にすごいのがですね、作動させるためのシリンダーというのが中に入っていますが、この中のシリンダーがですね、丸井さんの正式のページを見ると 15mm、最近結構多いんですけども 15mm ぐらいの径の ね、シリンダーというのは 15mm 系の大口径シリンダー、大口径シリンダー、はい、はい、これどういうことかというとですね、大きいシリンダーになるとガスの流量をいっぱいこう前に持たせたりとかですね、うん、作動にガスはいっぱい使いますが大迫力のブローバックができたりするわけです、はい、で、これは 15mm なのでかなり大きい方ですよと、はい、今は一般化してますが、かなりこのサイズで 15mm だと大きいと思います。はい、はい、で、各部の説明ですね、いつも通りいきたいと思いますが、
まずグリップの握り心地なんですが、これ多分後ろのこのエンド部分ですね、グリップの、これが3種類ついてます、はい、今ならなんと SML3 つついてお届けしております。価格は一緒ですか？一緒なんです。いやお客様のためにこの SML というサイズをつけてですね、ドライブスルーでも大丈夫ですか？ドライブスルーは無理ですね。ダメですか？うちの店でもアイス会さんでもドライブスルーはやっておりません。でうちいつかやりたいなと思ってんだけど、ドライブスルー中古販売店、中古店、朝サバゲー行く前に、はい、玉とかガス、玉とかガスをこうドライブスルー型にして、はいはい、あ、面白いね、スケートこう出すっていう、うちはやりません。これグリップバックストラップっていう部分らしいですね、はいはい、この部分、はいはい、これが SML で、日本人の手のサイズってアメリカ人の企画で作ったりですね、外人さんの企画だと大きかったりするんですよ、相当。そうですね。でここのバックストラップの部分を交換することによって、トリガーまでの距離とか、あとは親指のこの部分ですね、うん、ちょっとごめんなさいね、親指のこの部分の厚みによって変わるんで、はい、この後ろを交換することで銃の握りというのがかなり変わります、はい、ですからこの自分に一番適合したモデル、自分は深く握りたいやという方は S の方が良かったりとか、はい、やっぱ手が大きくてトリガーの距離がおかしいなという方は L、 まあ、自分で好みを選べるというのは非常に魅力的だと思いますので、うん、ここを参考にしてですね、XDM のいいところの一つです、はい、はい。で、さらにさらにこのままいきましょう。上にズズッと上がっていくと、グリップセーフティーがついてますね、こちら。はい。これが、まずグリップセーフティーは、ちゃんと効きます。ハンマーを、怖いなと思ってる。これ握り込んでないんで、打てないですね。はいはい。で、今、空打ちになっちゃうと思いますが、あとトリガーセーフティーが入ってます。はい。ちょっと触れただけじゃトリガーが落ちない、グリップセーフティーを。うん、で、握り込むと、打ち込めると。うん、こういうのがちゃんとついております。で、丸井さんの場合はですね、ベッドにも、実銃はこれだけなんですけども、はい、ここの部分にですね、シルバー色のシリアルナンバーっぽいのがあると思います、はいはいはい、ここを動かすことでセーフティーが、爪入んねえなおい、発動えいっていう形で入ってくれるので、これで両方握っても打てなくなります。はいはい、はい、これはより安全にということでですね、うん、ついてる機能でございます。はい。で、まあセーフティーはね、こちら 3つついておりましたが、続きましてコッキングインジケーター、要はどうだろうな、ハンマーが起きてるのか、要は今発射できるのかっていうのをですね、お知らせする機能がついております。これはですね、最近の銃に非常に多いですけども、ストライカーって言われる方式の銃はそれが分かんないと勝手に弾出ちゃったら危ないわけですよ、はいはい。で、注目してもらいたいのがこのお尻、スライドの後ろの部分ですね、これ点ありますね、はい。で、分かりやすくするために真横向けます、はい。今コッキングします、はい、ちょびっと出っ張ったんですね、分かりますかね、はい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 。で、今ちょいアップしてハンマーをちょっと落としますね、はい、パチンと、はい、戻りましたね、はいはい。で、またコッキングするとコッキングインジケーターが出てくるんで、この状態だと、あ、はい、この状態だともう発射できますよっていう状態になってます。赤色とかじゃないですけど、シルバーのピンがちょびっと出てきます。大丈夫ですかね、ちょっとね、見づらいかもしれない、はいはい、はい、というのがついております。これがまあコッキングインジケーターなので、非常にですね、簡単に撃つことができるだろうということになってまして、続いて特徴的なのはやっぱね、このいろいろサイト見たりいろんなの見るんですけども、自分のここから個人の主観になるんですが、サイト見ていきましょう。フロントサイト、リアサイトにはホワイトドットが入っております。これは私の好きなパターンのホワイトドットです、うんうん。3つ揃えば、その目標物に向かって飛んでいくよと、まあ、なんていうんですかね、いや、体を、はい、大丈夫ですよ、大丈夫です、行き過ぎですね、はい。そんなもんで、この3つのドットを合わせて打ってもらうと、これタイとかにね、こうやって被せると見やすいかもしれないんですけど、いや、もう大丈夫、見える見える、タイとかに見える十分見えてます、それは見えてる、立ち位置的にちょっと良いすぎたんで、こういう感じで、大丈夫ですね、お金を出さないかってこう自分でタイに、いや、やめてくださいって、こういう小ネタは別にとてもいいね、で、うちの子をやめてください、ほら続いてで、マガジンキャッチ、マガジン、ここは BB 弾を入れるマガジンのね、抜き方なんですが、こちら
マガジンは26発入る仕様になっております。で、はい、ガスブローバック銃なのでガスが必要になります。で、こちらの反対側からも見れるこの黒い点、ビョーンと、うん、ここにね、ついてます。はいはい。と、反対側にも黒い点がビョーンついてます、はい、これアンビって言われるものです。アンビ、アンビ、これは右利き、はい、左利きを選ばず、はいはいはい、両方使えますよということで押してみますね、はい、これマガジンが抜けます、でマガジンキャッチ、キャッチですね、はい、マガジンキャッチを押すとこのボタンをポチッと押すとこう落ちてきますので、はい、で、はい、一応やっておきましょう。テメチェックポイント。はい、いただきました。はい、これよくあることなので、はい、改めてもう一回説明します、はい、BB 弾を入れるときにここの上から入れるときと、はい、この、マガジンフォロワー、フォロワーっていうのを下に下げて、はい、こっから入れることができます。この隙間からね、ね、はい、ちょっと膨らんでる、膨らんでるというか大きく溝がなってるところ、ね、これ2つあるんですが、はい、これ一番注意してもらいたいけど、このフォロワーなんですね、はいはいはい、これを下まで下げてパチンってやってしまうと、急に離してしまったりすると、はい、バネの力で上に勝ち上がってきますので、はい、割れちゃいます、はいはい、で故障する。これ新品で非常によく多いんです。でこれ今ジャパネット高台にいた非常に多いんですっていうのをちょっと見せてたの。で、これをですね解放しないようにしっかり押さえて、はい、BB 弾を入れてからゆっくり戻してあげてください、はい、よくなんか手持ちぶたさでこうペンをこうカチ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 やるような感じで、はい、こうパチ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 ってこれ やられる人多いんですけど、やると壊れる原因になっちゃうんでやめてください、はいとはいはい、で、はい、もう一つアドバイスとしては、はい、ガス漏れっていうのはガス銃発生します、はいはい、でこれは自信ある人のみにしてもらいたいんですが、うん、これ XDM だとここにですね黒いボタンあるんですね、はい、下の方ですね、ここですね、はい、こっちが注入口、はいはい、でこっちが下がマガジンのこのダンパーって言われる部分を取り外すんですが、はい、これ取り外してみます。ちょっと押してね、はい、そうするとプラスのビスが見えますかね。はい、でこのビスが緩んでたりするとガス漏れしますので、はい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 、そのガス漏れが起きたなって下からなんか漏れてる音がするなという場合はここを軽く締めてもらうと止まる可能性が非常に高いです、はいはいはい、でこれは自信がない場合はもう言ってください、はい、まあ、そこに、ね、締めても直んなかったりするとパッキンがいっちゃってたりとか、プロのお仕事、注入バルブもあるかな、あるんですけど、注入バルブの場合は工具が必要になるので、ま、必要になってくるんで、ここは、はい、基本的に触れないという形でお願いします。分からなければお店に相談してください。お店に相談してください。で、ガスはですね安全管理の面では抜いた方がいいというのが間違いないんですが、はいはい、使わない時とか、はい、使い終わったらしまう時の前にガスを抜いてくださいってよく説明書には書いてありますね。これがデメ流では違うんです。デメ流の場合ではデメ流っていうかあれじゃないですか、皆さん長くやってる人は多分もう知ってる。そうですね、でも満タン入れてる人多いと思うんです、ね、あ満タンはいらないんですけど、はいはいはい、ガスを軽く入れとく、シューって入れて圧力をかけとくだけで、はい、ガス漏れを、パッキンがねテンションがかかってないと、そうですね、劣化して次入れた時に亀裂入っちゃったりとか、そうですそうです、パッキンがちゃんと作動しないってことがあるので縮んじゃったりとかもありますので、はい、軽く入れておくと、非常に長持ちしますよと、はい、ずっと保管してても次すぐ使えるようになる、使えるよっていうのがねありますね、はい、これはやってみていただくと、はい、驚くほどガス銃がですね、はい、マガジンのガス漏れが少なくなる。よく使い終わってサバゲーの最終ゲーム終わってからこう後ろのこのバルブをピッと押してこうピシューって出してる人いますよね。シッてこう出してる人いますけど、あれ逆にもう故障の原因になるんですよね。バルブを吹っ飛ばしたりとかしますので、はい、バルブのねオーリングとか痛めたりしますので、はいはいはい、あれはやらないでくださいさいという形でして、続いて弾入れなんていうのこうデミさんは下からでしたっけ、上からでしょ、上からですね、上からですか、私も上からなんですけど、これ BB ローダーを私ここにかけて、はいはい、よく実写のシーンでねやってると思うんですけど、上からどうしても入らない時下から入れる時あるんですけど、はい、結構これ分かれますよね好みがね。そうですね、リップを僕は削っていく感じですね、ゴリ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 って言って、はいはいはい、もう馴染ませるという、そうそうそう、私もそうなんですよ。はじめ非常に硬いので入らないじゃないかっていうよくトラブルをいただきます。入るんですけど非常に硬いんです。硬いですね、初めは最初はね、しばらく慣れるまではかなり硬いです。で馴染ませることもあってゴリ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 とこう、
入れていくという、まあ、たまにねちょっとこう傷が入るっていう人もいて、うん、やらない人もいますね、嫌だっていう人は下から入れる人もいますけど、まあ、でもよくよく考えたら下から入れて上から押すときも傷入るんですけどね、その硬いところだからグッと押してこっちから押してるの結局たまに傷入る、2回入るよりは1回でなるほどね、もう考え方だね。で、僕らはパワープレイ、バラバラになるよね、下から入れる、ね、そう、ジグザグが綺麗に入らないのが好きじゃなくて、ダブルカーラムって言われるね、ジグザグしていく方式なので、それが綺麗に整ってた方がやっぱなんか玉上がりの不安も少ないから、そうそうそう、 あの一段1個だけずれてたりするとその瞬間出なかったりする、一瞬ポッてこうなんか変な動き絶対するんですよね、うん、なんか綺麗にこうジグザグに入れた方がちゃんとは打てるだろうっていう発想のもと僕らは上から入れちゃうんですけど、結構下から歯上から歯分かれますから、うん、まあどちらでもいいんだけど、まあ打てりゃいいっす、え、打てれば入ればいいですと、そういうことでございます、はい、じゃあ、この2マガジンに関しては終わりなんですけど、ホップアップ機能これついております、はい、テイクダウンという動作をしなくてはいけませんが、はい、こちらにレバーがあってですね、このレバーをこう下にカチンってずらしてスライドを抜けるんですね、ここのレバーをですね、はいはい、ただこれ説明書をしっかり読んでから調整してください、うん、イランパーツ飛んだりするのでそれもあってですね、説明書でしっかり読んで内側からホップアップを調整するダイヤルがついてますので、はい、調整の方をかけてください。これはデメビューでは、はいはい、今回やりません、毎回やんないですよね、大して、今回もやりません、 Q3R でやってひどいことになったね、まあ、合ってなかったらあの実写の時にやりますね、若干調整しますからね、はい、その時にできる限りこっそり見てもらえれば、はい、じゃあ、ガスブローバック、こちらはですね、はい、よく起きる故障かなパターンのよくあるあるケースですね、これなんかよくあるあるケースが好きなお客様もいるということでですね、やりますが、今弾入ってない状態です、バーン、はい、壊れた、なんかスライドが戻らないよ、はいはい、こういう症状よくあります、これは壊れたのではなくて、今年の夏も言います、お知らせ機能です、はい、去年バンバンしたんですけど、こちらのですねスライドストップというパーツが働いて、はいはい、BB 弾がなくなったよっていうお知らせをしているので、うん、まあ見た感じ分かりますよね、はい、多分結構あの次世代系だと申し訳ないんで分かんなくて打てない打てないってなるけど、これの場合はもう完全に玉切れなんだなってこう後ろにねスライドが固定されるんで、はい、あ、玉切れちゃったかって分かりやすいですけどね、で、これは解除するときは、はいはい、BB 弾をマガジンに新しいのをいっぱい入れたやつを入れて、はい、このままここのレバーを下げる方法と、うん、もう一つは玉が入ってればスライドをですね後ろにちょっと引きます、本来はね、今弾が入ってるとこのままカチャって下に下がってこう戻りますので、これは故障ではないのでご安心ください、このレバーを下げても下にカシャンと落ちますので、これが基本的には次の弾が装填されるという動作になります、で、コッキングインジケーターが出てますので、このまま発射すること、空打ちショットしてますよね、今スライドストップというパーツを下に押し下げます、こう押し下げた状態で打つと、で弾がないよっていう状態なのでガチャンとかかります、はい、これが正常のガスブローバックの動きです、ただ注意してもらいたいのは弾がなくなってもですねスライドストップかかんないことがあります、はい、これはどういうことかというとガスの圧力が下がってるんですね、はいはい、冷えてるとぐーっと冷えてしまうと正常にガス銃は作動しません、ですから私たちもシーズンを待っていました、今の気温であれば正常に作動しますが、ちょっとでもミスをするとですね全く弾でなくなったりとか、はいはい、作動不良、要は真夏でもこうパパパパパパパもう連射してるとね、連射して最後の方になるとちょっとブローバックが少なくなって抗体量が少なくなってスライドストップがかからなくなったりってことはあるので、これぐらいで止まっちゃったりするとかからないんですが、弾も出なかったりとかありますので、ガスを吹いちゃう、はい、生ガス、生ガス吹いちゃうって後ろでスライドが止まっちゃってピシッとガスが、はいはい、出ちゃうっていうのもありますよね、ですからマガジンの温度管理、これは故障ではないんですよね、どうしても故障ではないです、起きますので、冷えてると出ちゃう、速射すればするほど冷えやすいので、はい、ただそうならないように最近のは大口径シーターのマガジンにやっぱ熱効率ですね、はいはい、あるんですよね、あります、はい、で、最後のですね
こう場所の紹介なんですが、こちら最後の場所、はい、ピカティニーレール企画のちっちゃいレールですが、ピカティニーさんいるの、そこピカティニーさん住んでます、はい、ここに。ただ、ちっちゃいですねこれね、3コマぐらいしかないので、はいはい、だいぶつけられるものは限られるかもしれないけど、でもまあ大抵のものはまあウェポンライトとかレーザーとかは簡単に、ね、てかそれ以外に何をつけるかって話、やっぱフラッシュライトなどをつけるための場所なので、うん、ご使用いただければと。通常のあのシュアファイヤーとか M3 とか、はい、あの辺のものであれば、はい、普通につくと、まあ、他のも、ね、多分ウェポンライトになってるやつ、ハンドガン用のウェポンライトになってるやつはつくと思いますね、はいはい、じゃあ前からちょっとですねデザインを見つつ見てもらいたいので、なんか新しい銃口をちょっとですね、はいはい、抜けますが、こうフロントはこういう感じですね。でマガジン今抜いてますからね、はい、フロントはこういう感じっていきなり、そうここの銃口のね、はいはい、かなりこうこっから見てもね、まあ、ちょっと見てもらおうかなと思って、ここのカットとかがね、はい、ちょい斜め横ぐらいでもの方がこのカットとかちょっと違うので見てもらいたいなと思ったんですね、はいはいはい、普通だとねまっすぐ出てくるんですけど、はい、XDM はここえぐられてちょっとガバっぽいですよね。そうですね、グロックとガバの合いの子みたいな感じしますね、はい、そんな感じですね、はい、はい、というちょっとカットのねデザインだったんでフロント見てもらったんですが、はい、はいはい、となっております、はい、で刻印は XDM404.5 っていうのがここにね入ってますので、はい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 、で、あとはグリップにもですね、XDM と入っていまして、あんまり好きか嫌いかの人いっぱいいると思うんですけど、メイドインジャパンと、東京マルエと書いてあると、うん、まあ、海外では人気かもしれないですね、そうですね、そう書いてる方がね、はい、はい、というのがこの XDM の外観のデザインになります。はいはい、はいはい、じゃあですね、いつもの下りのままいくと長さ、重さ、質調っていう感じになりますね、はい、はいはい、じゃあ長さを測っていきたいと思います。はいはい、5m のメジャーでいつも測らせていただいておりますが、これは十分すぎるということで 5m もいらないんじゃないかと。いや足りないかもしんねえからな、いつかさあやっぱ 5m 以上の銃を測ることになるかもしれないからね。 195mm だから 19.5cm と長さがね。でこれはあくまで実測値なので、はい、メーカーの、公表値と違うよって場合もありますが、はいはいはい、それはお茶の子さいさいでございまして、お茶の子さいさいよくわからないと、14.5 ですね、はいはいはい、まあ、中型拳銃の標準的な、大きさと、はい、いう形になっておりますね、はい、5メーター以上の銃測りに、5メーター以上の銃知らないけど、知らないね俺ね、国連の前にモニュメントみたいなのがありまして、はあ、銃がこう銃口が国連ですか、国連の前にあるんですけど、あなた今なんかすごいこと言ってますけど、ニューヨークですけどね、いや国内じゃないですからね、国連ですから、ニューヨークの国連本部の方まで行けば、もしかしたらこの 5m メジャーが役立つかもしれない。ただ大きさ的には 5m もない、高さは 5m 以上多分あったような気がするんですけど、なるほどね、デメさんがこの格好で国連前に捕まる可能性がある。いや大丈夫だと思いますよ、おうデメちゃんって言われてならないから、じゃあ宣伝しとくからちゃんと。浦和さんまた室長呼んできて、はい、呼んでくる、呼んできて、はいはいはい、じゃあね皆さん、ちょっと室長、音の方をですね、皆さんに味わってもらいたいな、聞いていただいて、どうもどうも、エアガン探査、はい、エアガン騒音問題対策室室長でございます。はい、皆さんお久しぶりですね、本日もよろしくお願いします。はい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 、地域住民の皆さんと、今回も一緒に測っていきたいと思います、はい、お願いいたします。じゃあ、はい、いつもの耳からポジションで、そうですね、はい、行きます。今タイは口のあたりだけどね、はい、100.7、案外大きいですね、案外大きいですね、はいはい、で今空打ちしたけどブロバック鋭いですね、 XDM の。じゃあ前から、はい、前からの発射音ですね、はい、はいはい、111.8、おお、はあ、では銃に一番近い機関部ですね、機関部のあたりの音ですね、カシャンカシャン言ってると、はい、117.0 ということで、はいはいはい、かなり大きい、大きいと、やっぱりね、ガス銃のガスブローバック銃の音になりますね。これは困りました、室長大丈夫です、もう、あ、おえ、い
ですか？もう大丈夫です。ありがとうございました。全国の地域自治体に今から報告を、報告をお願いします。 XGM は結構大きいぞ。ありがとうございました。室長も無事にですね、今回仕事を終えてまたあと4回ぐらい来てくれますね。はい、あれ終わった？あ、また呼んでいってる間に来た。また何だかな、ほんと室長呼びに行ってる間に代わりになんかね、狙ったように来てくれるから、うん、なんか共演してほしいってなんかコメントにどっかに書かれてたんだけど、呼んで行ってくれないとさ、なかなか行けないんだよね、共演がね。ほんと共演行きたいんだけどね、共演 NG なのかな。あー、かもしれないね、うん。さあさあさあ、音もね、室長がしっかり測ってくれましたので、ここからはですね、吊るしばかりに行きたいと思います、はいはい、全国の辛さを辛さお待たせいたしました、はい、ただ、ハンドガンだとね、もう皆さん多分ふんって思ってると思いますよ、辛さの皆さん。これね、何気にね、難しいんですよ、ハンドガンとかもね、ちゃんとこれ固定しなきゃいけない。はい、終わりましたよ、もうほらね、やっぱ長物のね、重たいやつがね、やっぱ最初のタイトルコールのところでもうすでに皆さん、つらさの皆さんは、はい、よし、あれが見れるって思うみたいですからね。こちら 755g と、僕は非常に持っていいなっていうハンドガンです。800g 以下なので、うん、そうですね、通常に。そうですね、の声が裏返っちゃった。どうしたの、出場の真似でもしてるの。いや、ちょっと今おかしくなったね、喉が、ね、あ、で、まあ 800g 以下なので非常にね、取り回しもいい長さですし、このぐらいのサイズのハンドガンはぶら下げておいてもいいんじゃないかなと、はいはい、でブローバックの好みは私としては鋭いブローバックの方なので非常に好きです。ホルスターも最近のは出てますよね、 XDM 用っていうのがね、ちょこちょこ出てるんで、ただあんまり種類は多分選べないかもしれない。そうですね、カイテックス系だとね、普通のナイロン系だったらまあ何でもほとんど入っちゃう、中型のオートで普通に入っちゃうと思いますから、まあやっぱりつけてると別ですけど、こういう銃だとそういうブラックホークだとかね、はい、カイデックス系の硬い素材の形がピシッとしたやつねの方がなくさないし、ね、かっこいいと思いますので、はいはいはい、ぜひぜひと、まあ好みですけどね。であとはまあ、今日はハンドガン祭りをやるということで、ハンドガン血祭り、血祭りを開催するぞ、うわーい、あーらせーらーということで、シューティングレンジですね、また血祭り大賞のドミシー、あー、こうハンドガン血祭ら、調子に乗ってるからほとんどダメだということもあって、ね、うん、今回引っ掛けるところもないのですが、なんか引っ掛ける、どうでしょうね、そのセーフティー、グリップセーフティーなんかちゃんと握り込まないと反応しないからですね、はいはいはい、そういうのをね、無知識のあの男が、ちょとみほらシグだからさ、ガバ系だとちょっと、ね、握りがね、握りが、はい、ガバ系じゃないけどこれはちょっと、はい、グリップセーフティーはちょっと怪しいもんがありますね、見てみたいと思います、面白いですよね。じゃあシューティングレンジの方皆さん楽しみにしていただければと思います、じゃあ実写パーツに行きたいと思います、いそれではどうぞ。はい、皆さんそれではですね、シューティングレンジの方にやってまいりました。はい、頑張って後半パートが始まったということで、ドミちゃんもはい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 、極寒のスタジオから抜けて、ちょっと南国の暖かい、そうですね、はいはいはい、シューティングレンジの方にね、はいはいはい、やってきました。いや今日スタジオ撮影中足元すげえ冷たくてですねもうそんなに初め暑かったんですよ、はいはい、ハーパン履いてるからでしょ、でこう上がってきて、はいはい、あ足が動かない、ハーパンは見てないですハーパン、みんな今日はハーパンですね、撮影来るの、私もハーパン、チーム目玉は今日は、はい、ハーパンでということで、実は今ライブ配信も撮影の現場なんていうのをねライブ配信しておりまして、はい、ちょっとこういう感じでね、はい、それじゃあですね、いつものように実写パートの方を変わらずお届けするというのがこのライブ配信の楽しみでもありますから、はいはいはい、このまま普通にやっていきたいと思います、はいはい、本編の方はまた後日アップされますんで、ぜひ楽しみにしていてください、はいはい、それでは XDM なんですが、こちらもですね、かなりこう僕はさっきのべしゃりパートの時は言ってたんですけど、新しいモデルの方だなと、はい、僕たちはガマとかグロックとかシグとかでやっぱ育ってきたんですね、はいはい、メインであったのが、はい、で、まあ、XDM は結構新しい実銃でも、まあ、そんなに古すぎるモデルじゃなくて新しい方のモデルではあるんですが、はいはい、まあエアガン化されてこれもリクエストいただいてますから、はい、やっていきたいと思います、はい、じゃあ弾速の方をね測っていきます、はい、ドーピングは軽くしてます、はい、あ冷めちゃってますはい、じゃあ弾速測定をねしていきたいと思います、はい、なんか随分温まってます？いや、今は全然そういい音してますね、
はい、71.58。 71.58。 はい、ちょっとですね、重厚ね、難しいから上に向けちゃってますから、場所によっては上ダメってところもありますから、アイスカイは OK ですからね、じゃあ真上は OK なんで、はい、ドムちゃん、よく覚えておいてね、はい、上に上げたら蛍光灯になったらダメって場所もあるからね、はい、うちは OK、 うちは OK。 おー、はい、72.67。 72.67、 はい、断速はまあガス風呂枠の平均値と言ってもいいでしょう。70台乗ってればよく出てる方だと思います。はい、で一応弾を、補給して、うん、剛君に向かってですね、トンビを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 ですね、トンビをやっていきたいと思いますね。したいと思うんですね。はい、まあ丸い製のホップアップシステムですからね、あのハンドガンでも驚くほど飛ぶというね、はい、こうはあると思いますけども、今硬いので、ね、今苦戦中ですよ。あ、それね、下に下げないんですね、これは。下げちゃダメです。もうこのまま指の力だけで、そうです、そうです。あの皆さん結構よくやって下げるんですけど、ダブルカーラムに入らないので、うまく下げないで、はいはい、はい、はい、どうですかね、大丈夫です。ちゃんとあのデメリを見てるかどうか、あ、そうです、いいです、ちゃんと動きます。これ、はい、ね、動くぐらいがちょうどいいって、パツンパツンに入れちゃうと、はい、あのローディングノズルを折ったりしますからね、ちゃんと給弾されないっていうの、一発目ね、はい、されないんで、一発二発は少なめに入れとくと、会場にサードしますと、はい、それではですね、剛君に向かって、はい、ホップアップの確認も兼ねてやっていきたいと思います。デビーさん、そのい、あ、いいです、はい、こっち左が抜けてきたらいいかなと、はい、たまには、はい、はい、いきます。うん、ホップアップはちょっと強いぐらい、ちょっと強いぐらいなんですけど、これ今 15m、18m ぐらいなんですが、まあいいんですかね、まあ十分すぎるぐらいホップアップ効いてます。で、いつもはプレートターゲット打ちますが、今回せっかくハンドガン祭りということなので、ですね、さん、静岡といえば仙洞妖精さんという感じになりますが、仙洞妖精さんからいただいたターゲットを、はい、今回ルールはすごく簡単です、はい、一発外したらもう次のターゲットに行ってくださいという APS 方式で本当にやりたいと思いまして、はい、そうすると、はい、どんなに打っても5発なんです、はい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 、5発打ってって精度の確認をしていきながら、はい、自分たちのシューティングスキルも、はい、必要になってくるということで、はい、順番としましては私一番上をやっぱり狙っていきます、はい、中盤を打ってもらいます、はい、カメラマン得点として、はい、一番下の段を、はい、カメラ越しで打ってもらいますね、はいはいはい、で3人なんで、それで、はい、3人になっちゃいました。それスペインに修行行っちゃう、メキシコ、あ、違う、全然毎回の場所がね、スペインとメキシコだとね、ちょっとだいぶ遠い、違うからな、スペインにレアルマドリードっていう、という方式で今回は命中制度、今日ドミちゃんにこのホッペシャツで頑張る。カッペシャツってことでいいね。今日はカッペシャツで頑張る。じゃあ、あのカッペイコール田舎者シャツで。はいはいはい、はい、でもこれちゃんとしたデザインらしいんでね。一応、はい、はい、ライブ T シャツ。ライブ T だって、はい、はいはい、それじゃあですね、私の方からやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあちょっと立ち位置変わりましょうか。いつもと同じ目線からいけるようにね。はい、約距離はターゲットは5メーターない、5メーターぐらいあるかな、うん、はい、ぐらいの距離で、5メーターぐらい、はい、で一発外したら次のターゲットに行くようにしますので、はい、はい、それでは行きたいと思います。サイト通り行ってみよう。あ、どこ行った。惜しいんだけどな、結構ちょっと今日は一発ずつで、はい、1枚ということで、はい、はい、じゃあ左利きでですね、はい、左利き、どうじゃん、こっち来ちゃってもいいかもしれない、うん、はい、はい、あのアドバイスはちょっと右に行くと思います。ちょっと右に行くと思います、サイドから、はい、下の段ですね、はい、おー、
いやいやいや、なかなかガスブローバックの難しい5発なんで足りますね、浦和さんも、はい、じゃあ浦和さんに渡します。ちょっと皆さん私こちら側に行きますよ、はい、なるほどなるほどって感動でしたね、はいはい、ですね、はい、これでいきますよ、はい、はい、惜しい、おお、あー全員、いや全員オール1枚と、いいね、1枚目で、ね、はい、1枚目かすりましたか、ね、かすってますね、XDM の回はこれでいきますけど、はい、もうちょっと近づけたいと思います。辛かった、ちょっと辛いです、ちょっとあの球をね打ち切ることも考えてちょっと打ってみますけど、はいはい、この距離はね緊張感があるとちょっと難しいかもしれない、はい、下の台いきますね、はい、おお、うん、やっぱりちょっと遠いのと精密射撃用のターゲットで作られてますから、そんなに、ね、精密には打てねえと思う。まあ慣れが必要ですね、精密に。ぶっちゃけで言うとその銃の、はい、特性を覚えない。これやっぱ普通のターゲットで行った方がいいんじゃないですか。事故事故。近づけますか。あ、そうですか。はいはい、ガガーッと近づいてもらってですね。でも考えてください。これ、はい、APS とかの銃ってやっぱ高いんですよ。APS とか3万円とかね、はいはいはい、するんですけど。はいはいはい、東京マルイのガスブローバックの XDM で1万2、3000円のものでも、このまあ瀬戸洋さんがせっかく作っていただいてますので、こうやっぱ使いたいっていうのが強くてですね、でハンドガン無茶高いだろうと思ってたんですけど、今日は血祭りの会ということもあって、使ってみたんですけど、 APS の時ってこれ何メートル？5メートルぐらいだよね。5メートルぐらい、はい、でワンハンドでね、ワンハンドで、まあ、銃がもう違うからね、はいはいはい、でただ、はい、速射できるっていうのがねガスブローバックの魅力であったりとかしますし、うん、はい、いかんせんですね距離がちょっと遠かったと、はい、まあ、トビちゃん、トリガー指、はい、一応安全管理抜いてますけどね、トリガーの、はい、ハンドガンの管理って非常に難しいんです。でどんな時も意識、ね、はい、抜くようにしとかない、はい、じゃあ意識高い系マガジンを入れてみて、マガジンの抜きやすさをですねちょっとドミちゃん的に聞きたいですね。左にもこれ対応してるので、ジュンさんから、はいはいはい、注意されたじゃないですか、左のもうちょっと言わなきゃダメですよって。なるほどなるほど、だからやっぱ、はい、ドミちゃん的なところだけじゃなくて、やっぱ左利きの人っていうのはそういうのはやっぱ気になると思うんですよ、はいはい、使い心地がね。これは説明の際には両方に適しているようになってますよって私たち言ってますので、はい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 、じゃあ実際のところ僕ら右だけだから分かんないと、うん、左の人は実際どうなんでしょうかというのをちょっと聞きたいなと思って、はい、マガジン実際今抜いてみてもらっていいですか。はい、いらっしゃいませ。あ、違います、それショットガンだけなんで。そうなんですね、そうなんですね、パカッて開かないんですね、はいはいはい、どうなんですか、やっぱりこっちは右利きの僕からすると別に引っかかりもしないんで、逆に反対にあってもね、はいはい、そんな問題ないんですけど、はい、押すの一緒じゃないですか感覚として。で自分なんかは銃をクイッて回す癖があって、はい、マガジンを、あ、今マガジン入ってるのに思いっきり銃こっち向けましたね、はいはい、それよくないです。すいません、ちょっと向いちゃうかもしれませんが、はい、この状態で僕は銃をこう返すんですね、ちょっと、はいはい、返してこう押す癖があるので、はい、このまんま親指でストッと落とすんじゃなくて、はい、パンパンって打ったらクイッて返して、はいはいはい、こっちにひねる感じで抜くっていうのをやるんで、はいはい、ここのボタンの位置で全然問題ないんですが、はいはいはい、やっぱりねこう今打たないように一応抜いておきますけど、はいはい、人差し指にね干渉するかなと思ったら全然干渉しなかったんで、はいはいはい、僕的にはもう右でも左両方向きでもいいやっていうぐらいだったんです。どうなんですか、使いやすさはやっぱりこうちゃんとこっち向いてた方がものとしてはいいですか。一生懸命言わせようとしてるけど別に、うん、でも使いやすいですね。左やった方が、まあ、こっちは、まあ、左側、右側、そりゃそうなんだよね。あった方が使いやすいよ、使いやすい。もしなかったとしたらどうやっていつも解除してたの。人差し指じゃん。これもあれなんですけど、まあ、デビさんと同じで抜くときはちょっと回す感じで、ちょっとマガジン抜いとこうって言ったよね。ね、ね、人の話は聞こう。で、もうクイッて返す感じ。クイッて返して、うん、この時に人差し指で、あ、人差し指で返してやる。はいはい、あ、まあ、じゃあ極端になくてもできなくはないよってことだけど、あった方がやっぱ便利なのかね。まあでもそれに慣れないと人差し指使っちゃうね。使っちゃうよね、はい、恩恵はあるんですね。ありますね。トリガーフィーリングとかどうでした？XDM はちょっと
僕が持ってるハンドガンちょっとずっしりするなっていうのが、それはさっきパパトリガーフィーリングじゃなくて重量の問題ですね。気になるとこはなかったです、だからそこには気にならなかったから、ね、これね、打ちやすい打ちやすい打ちやすい、これはあの XDM いいなと思った、トリガーのフィーリングが良かったんですよ、カツンって切れるので、はい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 、あの結構なんですかね、 92F とか M9 系はギューって、はいはい、引き絞る。ただストンと落ちるタイプのやつっていうのは、はいはい、あの僕の好みだっていうのをさっきも話してたんですけど、はい、これはあの切れ味がいいですね、はいはい、あので、サイト通りでだいたい合うかなという形ではありましたけど、はいはい、そうですね、あとは何でしょうかね、打ってみてちょっとホップ強かったのかもしれないんですけど、うん、そうっすね、ホップアップしっかり効くので、はい、ゲームに十分使えるかなと、はい、精度もね、あのちっちゃいターゲットがちゃんと当たると、はい、いう形ですから、はい、いいかと思うんですが、こちら、はい、リクエストなんです。はい、やっとガスのシーズンを迎えて、はいはいはい、できるようになりました。ガス系のリクエストね、再度改めまして募集中でございますんではい、はい、ぜひぜひ、はい、言っていただければ。残り4ヶ月ぐらいですか、はいはい、9月の終わり頃まではいけるかな、最近10月ぐらいまで暑いから、ね、いけんじゃないですか、で、ただ長物がおろそかになるのはそれはもうシーズンをね、はい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 、チェンジチェンジでやります。どうやってくれって言われてもバカ言えと、待ってろ子猫ちゃん、子犬ちゃん、待ってやがれっていう、冬だ冬だってね、電動は冬だって言いながらね、と言った、はい、突発的にあのレギュラー商品はね、あのレギュラー商品はちょっと後になるんですけど、ね、途中で入ってくるようなやつはやれればやりますので、あれ長物、ガス風呂の長物でもいいんですよね、やりますよ、でも今やるもんないんですよね、長物がですか、HWS、MWS と CQBR やっちゃってますんで、もうやっちゃいましたからね、だから MP7 をやっちゃいましたから、はいはいはい、あ、長物がもいた、ただ今年の真夏の真っ盛りには KSC のバック転、はいはいはい、行きたいと思います。あー、あのフロートの楽しみですね、丸井さんじゃなくて他のメーカーさんでガスフロー系の ね, ね大きなやつもまだありますから、ちょこちょこそれも紹介していきたいなと、はい、思います。で、こちらリクエストの方はですね、リクエストの仕方なんですが、はい、コメント欄がありますので、はい、YouTube の方にですね、はい、メインでは YouTube でやってます、はい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 、で、チャンネルが2つありますが、模型パドックチャンネル、アイスカイチャンネル、両どちらにリクエストいただいても大丈夫です、お互い通通なので伝わるようになっています、はい、リクエスト通通で犬猿の中で、もう通通で犬猿の中で毎日罵り合って、そうです、あのウェブでもう罵倒し合ってクソ野郎どもの皆さんなんかね、変な誤解を招いてる方がいっぱいいますけどね、はいはい、ほうほうほう、別でございますからね、うちは制作をやってまして、うちはあの出演者と商品を、はい、スポンサーという形で、はい、スポンサーで出しているというね、はい、流れでございますんでね、はい、あの別にこれで売り上げで殴り合いをしたりとかはまだしてません、まだしてない、まだしてない、これから作戦立つ、うちのチャンネルはあの逆に広告を無駄に入れないようにしようっていう、あの浦賀さんの意図で僕はそういう紹介をしてるんですね、はいはいはい、YouTube の、あの長ずっと見てられる、途中で CM が入らないっていうメリットがありますからね、入れたければどうぞ、私の管理ではないので一応私はアップロードしてますけど、そちらにも私がいじっちゃうとそこはちょっと違うと、はいはい、そうなんです、うん、これ全部僕の手当になるんだったらもうすぐ広告入れますけどね、だってパドックの再生回数だと、いや今デメさんのところにじゃあそのまんま、はい、あの社長がうんって言えば、はい、あの臨時手当で出すんだったら、はい、年間でちょっといい額いきますよ、おおろちょっと再生みんなにクリックしていただいて、昔まで だって小言シリーズぐらいの時で、はい、5年間ぐらいやって30万ぐらいになってたからね、あのただこれでね飯を食ってるわけじゃないので、基本的にはこれは僕たちの商売の一つの、はい、カテゴリーの中で欲しいと思ったことなので、はい、こうやってね、はい、お客さんがついてくれた方が僕たちとしては何よりも嬉しいので、今日もねこうやってる中、後ろからライブ配信をしておりますけれども、はい、ライブ配信で今8名様がいつもの方がねよく見ていらっしゃいますね、はい、はい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 、というわけで、はい、あとスタッフ募集とかなんですが、その前にちょっとですね、はい、チャンネル登録の方をね、はいはい、来ていただいて、まあ、ほっともすると友達感覚で話しかけますんで、ライブトークなんか特に、そうですね、ライブトーク聞いてライブ配信はパドックの生デメ流の方は毎週土曜日でやっておりますので、各週で13時と
18時1時6時いやだから深夜じゃないですよ13時と18時いやだから1時から突然ね生デメリュー飲み配信が始まるかもしれないそんな時にもちゃんと登録しとけば通知が来ますから最近ゲリラでこの今の生配信もゲリラでやってますんで皆さん通知が来てえマジでこの時間でと仕事中で見てるとかね今出てますけどそうですね、はい、ぜひぜひ、はい、ご利用いただければと思います。はい、続きましてねさっきも言いましたけどスタッフ募集のコーナー、わちらわちらわちらチーム目玉は4人じゃった、はいはいはい、1人が、はい、メキシコだっけメキシコあメキシコ、はい、メキシコの方に修行に出てくるということでバカキャラポジションが1人空いてしまったと。あ、なるほどなるほど。まあ、いなきゃいないでこうやって撮影は進むんですがはいはい、はい、バカキャラが必要なんですね。サクサクと進んでいくわざと伸ばすやつがいてもいいじゃないかと。ちょっとね、ダメなね、ドジキャラ今伸ばしたでしょ、カッペでしょ、カッペ尺を伸ばしたでしょ、カッペの人だからもう黙れ田舎もんな素人さん入っちゃうとこれだからもう田舎もんはみんな同じ千葉県でみんなくっくりてきた黙れ田舎もんなというわけでですね、まあ基本的にはこういう感じで和気あいあいやってぜひぜひ、はい、こちらまでご応募ください。はい、はい、お願いします。急募中です。まあ順々おいおい、はいはい、でも構わないんですけど、ちょっと興味があれば、はい、事前にご連絡をください、はいはいはい、概要欄の方にも書いてありますので、はい、ぜひご覧ください、はい、突然来られても撮影ができませんからどうもって感じでね、はいはい、なっちゃいますね。事前にお話ししたい、はい、ご連絡の方お願いします、はいというわけで告知2つをちゃんとして、はい順序的には間違いないんですが、はい、XDM のまとめを私の方からね、はいいつもさせてもらってますが、はいはい XDM はね、ちょっと毛嫌いしてたんですよ。そうなんですか。新しくて、はい、いいのか悪いのか正直わからないという部分があってですね、でも実際に打ったのが、まあ、そんなに数多いんですけど多くないんですけど 4,5 回は打ってたんですけど、今日は改めて打ってましたけど、うん、使いやすいですね、はいはいはい、自分の手に馴染むように、バックの、グリップの、ね、後ろの部分が交換できますから、やっぱこういうのはできます。バックストラップの部分がだから SML のサイズが入ってますから、利用しやすくなってるんじゃないかなと思います。で今ちなみにでも、ね、これは打てる状態になってますか、なってませんか。打てる状態になってません。はい、ブブー。はい、XDM の勉強をやはりしてこなかったと、普段から勉強をちゃんとしてなかったと。いいから何も今日これ取るからって言われて、取るからって普段から勉強してれば分かる。いや、やっぱそうだよね、やっぱ勉強は大切そう、うん、普段からだって半間も起きてますからね、これちゃんと言ってますけど、はいはい、ホッキングインジケーターが出てます。あ、ここにね、はい、飛び出てるやつね、ちょっと飛び出てるやつ、もうみんな知ってっから。あ、なるほど。ああ説明パートね、はいはい、それを僕らは言ってたんですよ、ちゃんと勉強してれば分かるよな、はいはいはい、またそうやって僕は、ね、またやりましたね、またやってやりましたよ、皆さんやってやりましたよ。こういうね、はい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 、細かなところも説明できるようにはしてますので、ぜひぜひデメリューの方も見てもらって、おーおーおー、ドミより知識気を蓄えてください。はい、はい、じゃあ締めの言葉言っていいよ。いいんですか。いつもの流れで言ってみてくださいよ。わかりました。じゃあ XDM 皆さんどうでした。打ち心地は結構良かったですね。ガスのボン。また戻るね、そこに。はい。はい、で、まあ、この僕はこのトリガーのところのトリガーロックがこれがいいなと思います。はい、ではこれで締めさせていただきますよ。皆さんいいですか。いいかな。はい。じゃあ、また次回お会いしましょう。バイデレ。もし興味がある方は、ぜひ見ていただければと思います。それでは、バイデレ。バイデレ。お前の方がカッペだろ。一般人入ってきちゃったよ、浦原さん。